ちの夢を支える番組 Your Dream。放課後という形でショートバージョンで、お送りしたいと思います。皆様お付き合いよろしくお願いします。じゃあ自己紹介は僕はもう放課後なんでしちゃいます。ヤンマです。現役高校生ヤリサ君です。ミュウミュウです。そして、今忙しい中でね時間を作って、来てくださいました、渡辺美太郎議員です。よろしくお願いします。前半戦は選挙について八木さん君と、あと石崎さんと、お話をさせていただきましたけれども、せっかくですね今日は、渡辺議員がこちらにいらっしゃったということで、高校生の生の声をですね議員さんに届けたいということで、もうせっかくですから議員さんにいろいろね聞きたいこと、こうしてほしいこと、いろいろあると思うんです。まあいろいろ聞きながらまた直接、国会議員の先生に、教えていただく、またこうしてほしい陳情ね、いろいろこう今こういうことしてるんだよというようなことが話ができたらいいなというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速、参りましょう。じゃあ矢作君、じゃあ今、政治家というかあれですね、今先ほど教育の話が出ましたね。はい、もう今一度ちょっとねせっかくですから、渡辺先生議員さんの方に、話をしていただきたいと思います。はい、私が思うには、はい、その教育に一番お金を回してほしいというのがあるんですね。はい、でまあ、お金というと難しいかもしれないんですけども、はい、やっぱりどうしても、まあ、集金とかが来るじゃないですか。年度頭にはやっぱり教科書の値段にちなんだとか、そういうのがあったときに、まあ、集金を親に渡すわけですね。はい、でそれはどこの家庭でも一緒だと思うんですけど、はい、やっぱり親の負担になるっていうのは大きいと思うんですよ。でそれでやっぱり高校から大学に行くとき特になんですけど、やっぱり大学進学を諦めてしまったりだとか、うん、そういうのがあると思うんですね。はい、もしその負担がもしなくなったとしたらっていう、まあ、妄想みたいなもんですが、うん、そういうのをしてみるとやっぱりもっとなんだろう、他のことにお金がかけられるのかなっていうのは思うんですね。だから、まあ、教育費のその、まあ、無償化っていうんですかね、はい、それは難しいと思うんですけど、はい、その点に関してなんだろう、教育に関してのお金っていうか、はい、その件に関してはどう思うんですかね。いや私ですね、参議院で一番若くて、うん、私気持ちの中では18歳ぐらいだと思ったんですけど、実際生の18歳見ると肌ツヤが違います。変わらないですよ、大丈夫ですよ。そこか。いや私今でもたまにおじさんと言うと、いやお兄さんだわと思ってムッとしたんですけど、やっぱ生の18歳見ると違いますね。はい、すいません、私実は議員になる前は、うん、教育業界で働いてたんですね。で私はこの教育格差というのはもうずっと目の当たりにしてきました。でよくあった相談が、まあ、私たちは学習塾関係だったんで、まあ、先生と、まあ、当時も先生と言われてましたけど、上の子をなんとか、まあ、効率に上げてくださいと、そうしないと下の子には進学を諦めてもらわなければならないという相談結構いただいたんですね。で私はやはりまあ、もちろん結果というのはこれは努力した人が正当に評価をされるべきだと思ってます。うん、ただ機会はこれは平等にしなきゃいけないと。うん、50メートル走を走らせましたと、ものすごくいい靴を履いている人、ボロボロの靴を履いている人、裸足の靴を履いている人でものすごくいい人が1位になってもそれはちょっと手放しで、ね、うん、喜べないですよね。つまり機会はこれは平等であるべきだと思っておりますし、多分そう思っている方は多いと思います。しかし一方で今言っているこの財源の問題どうするのと、まあ、もちろん予算を分配する、手厚く、まあ、奨学金を、今ほとんどの奨学金、日本の場合はこれ貸与型、貸し付けです。うん、これを給付型にした方がいいんじゃないか、これは当然の問題です。うん、だけど一方でじゃあ海外のアメリカなどはなぜ貸与じゃなくて給付が多いのかというと、実はアメリカなどは寄付がこれ主流なんですね。うん、で民間の寄付というのはものすごく多いです。これは別に教育だけではなくて文化振興とか芸術振興とかみんな民間の方々が、いや俺たちの文化なんだから俺たちが支えていこうじゃないかという発想が非常に強いんですね。
なのでどうしてもアメリカとかで比べるとやはり寄付の文化ではまだ根付いていないというわけなんですね。なので、まあ、我々がもちろん、まあ、若い方々学生の方々にもちろん、まあ、目配りをするというかしっかりと学生さんなるべく皆さんが平等に教育を受けられるようにしたいなというのももちろんこれは肝心です。しかし一方で寄付の文化はもっと育てていこうよと思っておりますので、例えばこう教育に関して寄付をしてくれた企業にはもうちょっと恩恵があっていいんじゃないかとか、あるいは民間の方で、あとまあ、税金、今ね、ふるさと納税とかありますけど、まあ、そういったような感覚でもっと教育に、まあ、納税の代わりに寄付をするようにしたらどうかとか、そういうのようにね、寄付をもっと民間の方々からも善意で前向きにしていただくような環境を作っていかなきゃいけない。ただこれはもちろん我々政治家がやれやれと言ってもできるわけではないのでですね、やはり民間の方々や、あるいはそのね、地域で言ったら、まあ、商工会議所とかね、そういった地域の、まあ、名士の方々の集まり、そして行政、この三位が一体となって、まあ、若い方々を応援しようじゃないかと、そういった文化を作っていかなければならないなと思っています。ありがとうございます、はい、やっぱり近くで見ると若いねまたそこかよまあでもね、すごいいい意見をいただきましたね、やっぱりね、ただね、働きかけてくれますから、ね、はい、やっぱり議員さんがある程度こう政策というか、はい、いろいろ考えてくださったものを僕たちの一般社会の方に下ろすというか、はい、提案してくれて、それを僕たちが利用させていただいて、はい、運営していくという形になってくる。ちなみに政治献金も絶賛募集中ですので後でいいですよ。一つ聞きたいことなんですけど、はいはい、僕今、まあ、今月17歳になって、はい、はい、まだ選挙権持ってないんですけど、はい、まあ、今選挙で話題になってますけど、被選挙権っていうのがあるじゃないですか、うん、はい、でその年齢っていうのが衆議院議員は25歳で、はい、参議院30歳であるんですけど、それを引き下げては僕はどうかなと思うんですけど、はいはい、まあ、三沢先生はやっぱり若くして立候補されて議員になられたわけなんですけども、はいはい、その参議院議員で、まあ、立候補して、まあ、若いからこそやっぱり苦労することっていっぱいあると思うんですね、はい、僕見ててもやっぱり、まあ、ご年配の方の議員さんの立候補っていうのが多いと思うんですね、はい、その被選挙権を下げるとしたらっていうのが僕は思うんですね、うん、選挙権を18歳にしたら、まあ、ちょっと参議院議員、うん、衆議院ともにちょっと2歳ぐらい若くしてくれた方がいいんじゃないかなっていうのは思うんですけど、まあ、その若くして経験していらっしゃるということで、はい、その被選挙権が下がるとかそういう話についてはどう思いますかね、はい、今ですね、海外の方では18歳の市長が誕生したとか、うん、はい、もう海外ではどんどん先行事例が、うん、まあ、起きていまして、若い人にどんどん、まあ、選挙権だけではなくて今言った、まあ、非選挙権も与えてみたらどうかということで、まあ、若い市長さん、若い議員さんどんどん誕生しております。でまだこれ始まったばかりなので、まあ、どういうふうになっていくのかなという、うん、まずはちょっとこの先行事例をしっかり見ていきたいなと思っておりますし、まあ、せっかく衆議院と参議院あるんだから、まあ、参議院は確かに例えばもともと6年間あったら解散はないと、うん、で、まあよく政策が練られるということなので、まあ、ある程度こう社会人経験を積まれた方が、うん、つくというのは一つの考え方だと思っていますし、一方で、まあ、衆議院議員これは代議士と、参議院は実は代議士とは言わないんですけど、まあ、国民の方々の意見を文字通り代弁をするということでありますので、今は25歳が年齢でありますけど、まあ、これを、ね、どんどん見直していくというのは非常に面白いというか重要かなと思っております。ただ一方で、まあ、その先行事例やっている、まあ、18歳の方が突然署になられたらどうなのかとかね、突然こう議員ならどうなのかってまだ分からないので、まあ、同じようにガンガン下げればいいかっていうと、もうちょっとその結果を見てもいいんじゃないのかなというふうに思っております。そうですね、まだね、選挙権が下がったばっかりですから、どういう影響が及ぼされるかっていうのもまだ全然蓋を開けてみないと分からないっていう部分は多々ありますもんね。ですね、ちょっとこれややこしいというか、今回18歳の選挙権を、まあ、13歳引き下げましたと、うん、で国会でこれ議論になったのが、当然じゃあ民法とか、うん、まあ、刑法とかも、うん、じゃこれ当然下げるべきじゃないのかという議論になりまして、うん、ただ、まあ、確かに理屈としては当然その選挙権を与えるということは、これ成人と同じようにしなきゃおかしいよねと、うん、
刑法も民法も変えなきゃいけない、あるいは一方でじゃあ大人ということで飲酒、ね、お酒やタバコも下げるべきなんじゃないかって議論もあったんですけど、とりあえず今回は選挙権だけで絞りましょうよと、これは言ってたらもうものすごい時間かかっちゃいますよということで、ある意味今回の18歳選挙権というのは特例的な試みなんですね。今回どのぐらい、まあ、18歳の方に選挙権を引き下げてどのぐらい投票率が上がるかというのも大きく注目をされているので、うんうんうん、それらを総合的に見てね、うん、やっていきたいと思います、うん、そうですよね。なんかもう単純に下げれば、でもさっきの話でも出たんですけど、下げれば選挙投票率が上がるよねっていう話ではないよねっていうところの話をちらっと出たんですね。やっぱりその高校生が初めて関わる、やっぱり不安もいろいろな、分からないこともいっぱいある中で、まあ、例えば親もあまり関心を持たない家庭環境に生まれれば、子どもたちも環境が、あ、その考えがなくなっちゃうよねって、その積極的にはならないよねとかっていう話もあるので、まあ、とりあえず一回やってみて、でどういう反響があったのか。一時期面白い取り組みがあったのが、うん、まあ、ちょっと国会、国政だと話が大きくなっちゃうので、まあ、条例ベースで、まあ、さっき言ったアメリカのように自治体ごとに、まあ、条例を定めて、うん、まあ、地方議員の年齢、非選挙権を下げてもいいんじゃないですかっていう確かにありました、うん、ただちょっとこれは特区、当時その国家戦略特区というのが今でもありますけど、まあ、いろんなその特別区、特区を、特別区、特区を設けて、まあ、ここでは農業をね、例えば自由にできるようにしましょうとかって、うん、その中にその選挙権、非選挙権を特区でここだけ段階的に下げてみたらどうですかという提案があって、うん、でその時はちょっと特区という性質に馴染みがないということで企画はされてはいるんですけど、当時確かに今おっしゃったみたいに地方議員に関して非選挙権を例えば20歳から言ったらどうかと、うん、特に地方の場合若い人がいないから、うん、どんどんその年齢を下げて若い人にも議員になってもらおうよという取り組みがあって、私はこれは非常に面白い取り組みだと思っておりましたので、うん、国会で質問したことは確か実はあります、うん、ただ特区じゃないよねという意見だったので実現はできなかったんですけど、うん、まあまずはその自治体ごとで、分けていくというのはちょっと面白いかもしれません、うん、ありがとうございます。じゃあ、まあね、ちょっと時間もなかなかないところでの話になるんですけど、じゃあね、ちょっとね、もう一個テーマを送ります、まあ、せっかく、まあ、放課後ということでちょっと若干柔らかめにお送りしている部分もありますので、うん、純粋に、はい、純粋でいいです。単純にその政治家さんにお願いしたいことというか、うん、こうしてほしいんだよね俺っていうのがあったら言ってください。もう何でもいいです。もう、まあ、もう、まあ、そのさっきの、まあ、三沢先生はすごく、はい、もうなんだろう、私若い世代にその教育面ではありますけど、すごくなんだろう、若い人の意見を聞こうとかいう、その見られて僕は嬉しいんですけど、うん、やっぱりもうちょっとなんだろう、さっきもありましたけど、うん、若い人への機会を均等に与えてほしいっていうのがあるんですね。僕はやっぱり、まあ、このね、やっぱ恵まれた環境で、まあ、林さんにご誘いいただいて、うん、まあ、この場に来て、例えばいろんな国際交流会だとか、いろんなものに参加させてもらってるんですけども、うん、そういうところに参加したい人っていうのはいると思うんですね。で、ましてや東京とかなんか行くと、やっぱりそういう人は多いんじゃないかなと思うんですね。うん、だから、もっとなんだろう、いろいろ今多分、福祉の問題とか、介護の問題とか、いろいろあると思うんですけど、うん、なんかそれで、やっぱり、まあ、待機児童とか保育の問題とかもあると思うんですね、うん、やっぱりその極端に、うん、本当にちっちゃい子極端に年老いた人じゃなくて、うん、その中高校生とかやっぱりその20歳になる前のその青年期の人たちに向けたそのなんだろう議論っていうのを、うん、まあ、これから展開していってほしいなと思いますので、うんうん、ぜひその点に関してはその今若い人って言っても小さい子、うん、そして年老いた人の介護福祉っていうものが今話題になってるんですけども、うん、ぜひ、私たち世代の、うん、18歳ぐらいのその世代に重点的に置いていただけると、うん、私たちの政治的関心も自分たちのことですから、自分たちのことを議論してくれてるって思い見ると、うん、やっぱり関心も深まって、まあ、投票権が上がればいいって、その投票率が上がればいいってわけじゃないんですけど、もうちょっと関心を持てるんじゃないかなと思って、うん、そうですね、やっぱり日本の場合は、まあ、特定の世代がクローズアップされてるんですけど、アメリカの大統領選などを見るとやっぱりそのいろんな世代、ちょっと名前失念してしまいましたけど、学生にものすごく支持率の高い候補者というのがいました。で、そういう方はやはり奨学金の問題とか教育格差の問題についてものすごく熱心に発信されておられて、うん、で学生側もあこの候補者素晴らしいなということで若い人が中心になって、声を上げていて、ある程度
不思議層があった先生も候補者の方もいたので、うん、アメリカその候補者の方に、うん、やっぱりあの今まであまり注目されてこなかった世代を特に重点的に見て、まあ、その若い人を中心に盛り上がっていくっていうのはこれから日本にも出てくるのかなと思っております。で逆に言うと我々がこう呼びかけても反応がないとちょっとまだね、あの年少じゃない部分はありますから、逆に我々も一生懸命あの困っている人を助けたいと思っていますので、ぜひですねあの若い世代の方々も声を上げていただいて、まあ、お互いこう頑張っていこうじゃないかという姿勢を含めればいいなと思います。ありがとうございます。そうですね、いや今回だから選挙が一つの意思表示というか若い方々の意思表示の一つのきっかけになってくれて、ねね、参加することで、はい、よし俺もこれ変えられるぞとかこういうことやれるぞとかっていう、はい、なんか勢い的なものがね生まれてくるとそれはそれで若い力ってすごいじゃないですか、はい、なんかもう肌ピチピチだけじゃなくてもう勢いだから行動力からものすごいじゃないですか若いって、やっぱ羨ましいなと思いますしね。吸収しようっていうのがすごく見えるよね。もっと知りたいもっと知りたいもっと良くなってほしいってこうみなぎってるじゃない。だからねこう一緒にいて楽しいよね。もうすごい大好きでしょ、息子だ息子でしょ、ね、そうそうですね本当に、うんね、そんな感じで、はいまあ、でもねあの多分今日の話もいろいろな国会に多分持っていっていただいて何かの機会で多分話を出してくれるんじゃないかなと思いますし、またこちらに戻ってきた時に、はい、いやいやさくんちょっとこういう話あるよこういう風になってきたよっていうことがねつながる可能性が、まあ、いただけると嬉しいですね。あると思いますので、はい、約束したからね、約束して、話しますねって言っておけば大丈夫ですから。政治研究も募集してますこちらまで約束してちょっと違いますけどといった形で放課後を送りさせていただきました。これちょっと僕の方から告知というか、させていただきたいんですが、ご案内ですね、実はあの来月の8月28日の日曜日になります、午前10時から12時の間にですね、那須塩原市の方で企画をしておりますが、男女共同参画の、セミナーが開催されます。昨年も開催されたんですけど、今年も、そう、昨年、西田さんご夫婦で、いらっしゃってくれたんですけども、お父さんのためのイクメン講座というのをやりますので、ぜひですね、これこちらご覧になっている、お父さん、お母さんでもいいです。で、まあ、できればお父さん、それから小さい、これから、育児に参加しようかななんて思ってる方、赤ちゃん生まれたんだどうやったら育児に絡んでったらいいかな、分かんないなやり方がっていうような方々も大歓迎ですので、この後また詳しくはね、那須塩原市のホームページなんかにも掲載されます。8月28日、10時からということで、三島公民館で行いますということで、皆様中にちょっと片隅に入れておいて、那須塩原市のホームページをクリックしていただければ、いいのかなというふうに思っております。非常に役に立つ、お父さんが家事をするのに家事を、分担、家事よく分担するっていうじゃないですか。家事の分担というよりは家事のシェアということで、捉えていただけるといいと思います。分担だとね、分業制で やれ、やらこっちやって俺これやるからという形じゃなくて、やってさせるよ、ちょっとかけてくれよっていうような感じのになると、夫婦ものすごい円満になる、そうです、そういったヒント満載のセミナーが行われますので、ぜひね、お願いします。28日ですよ、よろしくお願いしますということで、はい、さあ、といったところで、すいません、15分にという形で話をしようと思いましたが、がっつり20分やってしまいましたすいません、ということでね、締めの言葉をいきたいと思います。先ほどもやりましたけども、僕が夢は叶うぞと言いましたら、グイッとやっていただいて、あの青いカメラに向かって Your Dream とおっしゃっていただければ完璧でございます。じゃあそれではいきます。夢は叶うぞ Your Dream! また見てね、バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。